今日帰っ、あ、黄色いゾウさん、ありがとう、いただきます。会社おしゃべり会できる、楽しみです。ね、横浜パシフィコで、なんかね、何の話しようとした、あ、もうそう、もう配信始まる前にお家帰ってきて少し15分だけ仮眠しようと思ったらさ、寝れたのよ本当に。ちょっと、いや、寝れたっていうのか分かんない、夢見かけてたのかな。でも本当にアラームで起きたんだけど、ちゃんとアラームをかけといてよかったって。そう、葵ちゃんさん、ありがとう、今日はありがとう。幻覚怖い。そう、無事、姫さんもお疲れ様です、ありがとう。無事帰ってこれてよかったです。睡眠大事です、大事。ジェットコースターみたいで楽しかったです。怖い、すごい揺れるよね、なんか風強い時のさ飛行機、私も乗ったことあるけど、上下がちょっと本当にすごくて、なんか体調が悪くなる。その調子はどうなってるんだろうね。私が帰ってきた時はちょっと風が強くて、あ、強く、うん、そんなにまだ、あ、風強いかも。で、雨が結構降ってた。風はそんなにめっちゃ強風ってわけでもない。おいちゃんさん、あ、ケーキありがとう。そう、ふってなった時に、なんかやばいよね、やばいとはって感じだけど、ふってなった時のなんか、なんて言うんだろう、あれ、タワーオブテラーと同じ感覚。ゴーエさんありがとうございます。ゴーエさん、ありがとう。ディズニーいらずな飛行機。怖い、でもよかった、安全についてよかった。ムサさん、ありがとう。そうそう、お腹がヒュッてなる感じ、あれね、苦手な人いるよね。私は別に苦手ではないかな。え、停電したの？ディズニー？うそー、マジ？ズッキーさん、ありがとう。クマー、ケーキ食べさせてあげれなくてごめんね。ありがとうございます。美味しそうだったな。今日メイク調子良かったかも、少しは。でももう落ちちゃった、メイク落ちちゃった。
めっちゃ内巻きしてみたい。もう夜あと寝るだけなんですけど、寝るだけっていうか、明日は自宅待機。そうですね、自宅待機。ズッキーさんありがとう。自宅待機というか、もう外に出れないよね。そう、外には出れないかな。PK さんケーキありがとう。ベーキングパウダー本当に持ってくるとはな。アラーム音、あのシンプルなやつなんだよね。あのー、食料はあるよ、食料ある。食料あります。内巻きしてみよう。アラーム多いよね、確かに種類。内巻きにして、ペグさんありがとう。ケーキいっぱい。制服の目当たった。おお、再来週。明日さ、パジャドラ行く予定だったよっていうファンの方が多くてさ、ちょっとごめんねっていう感じなんだけど。そう、残念。また来てほしいなって。今日気がついたおしゃべり会の時間終わってて話しなくて残念。そうなの、話したかった。また次話せるかな。亀さんありがとう。レインボースター、こんばんは。ケイボーさんありがとうございます。光ってます、光ってます、光っちゃってます。ミロンさん、レインボースター、ありがとう。あおいちゃんさん、あ、タワーだ、クマタワー、クマタワー、ありがとうございます。嬉しい。クマタワー、ありがとう。いっぱいクマが飛んできた。ありがとうございます。ありがくまた、嬉しい。ケ
キーボーさんえ誰投げた、あ、キーボーさんだ、いっぱい、あミラーボールが光ってます。あ、めっちゃ可愛いタワー、 MJ さんありがとう、昨日も今日もありがとう、 MJ さんめっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛いタワー、ありがとう、キーボーさん、本当だ、なんかケイボーさんミラボと、ミラボとクマのあのコラボタワーみたいなありがとう、ミラボクマタワーかなありがとう、夜ご飯食べました、食べました、お弁当を食べました、集めてきます、いってらっしゃい、いってらっしゃい、ミラボクマ、パリピ、パリピです、とても、77、いや配信ルーム、あ、じゃあショールームイベ中はあれだね、すごいカウントがいっぱい何回も出るね毎回出るよね、ポピさん、クマありがとう、まあ、ありがとう、最近配信多くて嬉しい今イベント中なんです、ショールーム、そうなの、今イベント中でしてね、この配信は23時までかな、しみちゃんさんありがとう、こかちゃん90人ってかわいい、あー愛おしいな、おはちゃん、しかもさツイートしたらさ、もう静かにいいねとリツイートで、あの村民になってくれるかなっていうツイート したんですけど、もう軽くあの断られてるのかなってちょっと思っちゃったよねいいねとリツイートしてくれて、そう、ちょっと村民はあれかなっていう感じだったのかもしれない、しみちゃんさんありがとう、さっとんさんありがとうございます、風強くなってんのかな、やっぱり、そう、隠れ村民、隠れ村民かな、ちょっと会いたいんだけどさ、会えてなくて、昨日も今日もちょっと時間が違かったから会えなかったんです、会えるかな、いつ会えるかね、ココハちゃんの好きなお菓子とかって何なんだろう、誰か知ってる方、あの聞き込みしといてください
愛中からって言わないで、しれっと誰か聞いといて。うん、キノコのヤマハ、あ、ヤマハなんだ、なるほど、ヤマハね、オッケー。クピグさん、あ、決まった、ありがとう、クマタワーだ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、クピグさん、クマタワーありがとう。あ、テンパイトジュニアさん、ありがとう。愛知と同じで、ふがしと大福じゃない？え？いつ言ったそれ。違いますね、しかも。違います。まあ、ふがしも大福も好きだけど。好きだけど。アムくんさん、ありがとう。ルカさん、あ、シュークリームありがとうございます、いただきます。ルームに行ってるかどうかを炙り出すコーナーで。そこまで考えてませんよ、私はそこまで考えてませんよ。サティさん、ありがとう、シュークリーム10個ありがとうございます、いただきます。高度な聞き方。明日祝日なんだよね。明日祝日なの忘れてた。みんなお仕事お休みなのかな。甘党活動、甘党何がおすすめかな、なんだろうな。うん、甘いの嫌いとかだったらちょっと劇場お見送りちゃんと気づいてくれるから、出るの分かるからさ、見送り、気づく気づく、もちお休みです。そっか、見え仕事、昨日の写真可愛すぎた、ありがとう、ありがとうすぎる。え、来週でも来ようかな、でも来週も、え、来週あれだよね、おしゃべり会でしょ、来週も来ようか。ちゃおうか、自粛日となりそうです。確かにそうよね、曜日判断してる、スターバー、あー、曜日いつが混んでるの、明日一元から学校ねえ、学校あんの、なんで。なんでなの、明日普通に学校、え、仕事行きますって、すごい、みんなやっぱお仕事はちゃんとある。九州大丈夫、九州ちょっとやばいかもしれない、いつピークなのかがわからないんです。こんばんは、何話そうかずっと考えて、なんでも嬉しい、なんだろう、でもそうね、うん、何話そうかね。
あ、台風来てないよ。火曜に台風来るし、あ、そっか、そうだよね、そうだよね、そっかそっか。一郎さんありがとう。フルーツ、ひろゆきさん、あ、タワー、ありがとう、ありがタワーだ。ありがタワー、タワー、パワーみたいな。タワー、ひろゆきさんありがとう、ありがタワーです。キングダム消化デーとなります。それな、そうね。ピーピロさんありがとうございます。明け方ぐらいの福岡通過かな。まあそうだよね。ズッキーさんありがとう。なんか私さ、あ、女の子が今いるからメイクの話を、あのアイラインをさ、いつもさ、こうやって引いたりするんだけど、なんか引かない方がもしかしたらいい説っていうのが今、今日思いました。なんかさ、女の子でここ結構引いたりする子もいるじゃん、ここの線を。私はなんか引かない方がもしかしたらいいんじゃないか説っていうのが浮上しました。今日です。ちょっと日によって違うかもしれないですけど。しみちゃんさんありがとう。可愛さましてね。そう、そんなことはないかもしれないけど嬉しい。キングダム見る配信ありやで。でもアイリーもう結構進んじゃってるからさ、今シーズン4期のな9話目ぐらいだよ。そう、みんな絶対ここまで行ってないでしょ。西田さんありがとう。アイライン目尻しか引かないの5年くらいって、うん、大体アイリーも目尻とかなんだけど、そう、もう聞かない方がいいんじゃないかってちょっと思ってる。ズッキーさんありがとう。うん、聞かなくても意外となんかまあいけるかもしれない。わかる、わかる。ちゃんとくさん、あ、ねえ、ありがとう、お誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。おたおめなんだよね。お誕生日の、今日お誕生日の方がね、いた、あの今日2人いたのよ、ファンの方で。ひろゆきさんもお誕生日おめでとう。ちゃんとくさんもお誕生日おめでとう。お二人おめでとうなんです。おめでとう。ちゃんとくさん、ひろゆきさんありがとうございます。ありがとう、おめでとう。たわ、キングダム見る配信したいけど、みんな見てない、見てない人もいる、見てない人もいる。見てください、本当に面白いんですよ、とても面白いんですよ。一気見した。ハッピーハッピーバースデー、ウェイビーのキャンドルを、ドゥ
りきれいなの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 キングはね、アマプラズッキーさんめっちゃ可愛い、ありがとう。谷川やっとくさんもシュークリーム10個ありがとう。何もさせないと、なんかさ、なんだっけ、明日はどうしようかな。明日はでも明日9時からまた開始しようかな。でも一日さ配信できるじゃできるので、そう、でもタイムスケジュールが組めない。どうやって組んで、9時からスタートがいいな。でもみんな的にもその方がいいかなってちょっと思ってるので、9時から24時アニメぜひちょっとタイムテーブル組んでもらえ、組んでくださる方いるかな。9時から細かすぎず、あ、まあでも、うん、いや、なんか何回か7回くらい、今回コスプレ着ないの。いやー、今予選なんで決勝をね、やっぱ決勝を見据えていや、まず決勝に進めるかわからないけど、まだね、まあでもコスプレね、ちょっと年々やっぱね恥ずかしくなってくるっていうのはありますね。うん、やっぱ本当に1年も経てばね、人は成長していくんでね。うん、お久しぶりに来ました、ありがとう。インスタの DM ね、ありがとう。私でも前回はね7時とかから私多分やってたんだよね。ちょっと9時からどうやってやろう、どうやって組もうかな。愛知5種類も持ってる、すごい5種類強い。16時台と19時台に足す感じ、そうだね、うん、あ、そうか、あんまり参考にならないからごめん。いや、でも私もね残ってる去年のタイムスケジュール、そう、去年のタイムスケジュールは私も残って、
20分6回か。20分6回だと120で61回の7回、それがいいかな。そうしようかな。あやとさん、ありがとうございます。ケーキとだるま、明日は制服の目とパジャドラが あったはずなので、まあカラオケ配信とかできたらいいかなと思ってます。できたらいいのかなとちょっと思いつつ、カラオケに入ってたら。入ってるやつだったら歌えるね。制服の目とパジャドラね。7回かな。明日7回で9時から組みたいところではあります。謎にサイリウムギフト200個、なんで。久しぶりにアイさんのパフォーマンス見れます。26、あ、ありがとうございます。明日さ、制服の目、葵さんと下野さん、葵ちゃんと下野さんが本当はいない公演だったんですけどね、なくなったので結局することは なくなりましたね。うん、寂しかったのでよかったんですけど。あおちゃん、あおちゃんって呼んでる。こんばんは。狼と天使のし、入ってないと思う。入ってない入ってないと思う。ズッキーさん、ありがとうございます。お昼はパジャドラのカラオケ、パジャドラの歌おうかな。お昼はね、で夜は、あ、ん、待って、どっちがどっちだったんだっけ。昼パジャドラ、昼パジャドラ、うん、歌って、夜は制服の面ちょっと歌おうかな。強くなってきた？やっぱり。まさきさん、ありがとう。シュークリーム。
明日でもあとは21日まで、まあ、普通に公演とか入ってないので、そうちゃんとね、配信できると思います。がっつり配信時間を開かずに、そう配信できると思う。にゃおんさんありがとうございます。最終日もあるよ。最終日は5時からやってたね、去年は。最終日は同じ感じで、去年5時からやろうかな。最終日はね、5時配信にしようかな。最終日はしみちゃんさんありがとう。明日明後日は同じタイムスケジュールでしようかな。停電ならない、いやなんないでほしいな本当に。最終日はそう8時までです。最終日8時までなので5時から配信しよう。最終日5時ってやばいよね。そう8時までなんですよ。みんな4時起きになっちゃうけど、すいません。うち仕事あって少量毎日配信してるの全然に体力化け物すぎ。化け物やめて。でもあそうでもね、先週のさ15から、あ先週じゃない今週のまあ15からイベント始まってたけど、もうその前から結構さお仕事続いててさ、リハとか続いてたからさ、かなり今週はというかもう頑張ったなっていう、あのリハの期間がめっちゃ大変だったので、そうそれと全部重なっちゃってたのでね、そう重なってたんで、なんかまあ本当にとりあえずそこを乗り切って、まあとりあえず21までね、はいもうイベント終わりなので、とりあえずは予選はそう火曜の夜から終わりしようかな。絶対眠くなるよ。眠くなっちゃうよ。アッキーさんありがとう。山崎さんファイトありがとうございます。こんばんは。あまり無理しなくても1位確定じゃない。いやーもう商売人と分かんないよね本当に。そうでも本当に分からないんですよね、最後まで分かんない。
ディノディナ、ディノディナ、ディノディナ、杏仁豆腐作ってたんですね。そうね、作ってた。明日、明後日、あと3日間あるな。明日、明日、明後日、明後日。カメさんありがとう。レインボースター10個ありがとう。何位まで決勝、2位までが決勝いけるけど、1位だとあの雑誌で1ページ分、あ1ページ乗れて、2位3位が2分の1ページ半ページずつだから、そこもちょっと変わってくる。一応キロッチさん、あ、ありがとう。あ、うん、小風呂さん、小風呂さんありがとうございます。あとさゆりタワー、キロッチさん、さゆりタワーありがとう。ありがたこ、ありがたこ、たこたこ。ありがとう。さゆりタワー来ました。ありがとうございます。去年の話できてるファンの人が羨ましい。まあそういうもんですよ。だから今一緒にこう思い出を作ってるわけだから、それが来年になったら懐かしいねってなってるのよ。そういうもんですよ。DJ さん、あ、ありがとう。レインボースター。ありがとう。ありがとうございます。レインボーした山崎さん、本当ありがとう。あいつ来年までいてね。ね、思い作っていきましょう。頑張ってください。こんばんは、頑張ってください。ありがとう。元気かな？小風呂さん、ありがとうございます。サッシーファン VN さん、ありがとうございます。頑張って、あいち。ありがとう、頑張る。タイムテーブル組まないといけないんだよね。このタイムテーブルどうっていうのがあったら、ぜひハッシュタグ愛知対出陣とかつけて投稿してくれたら嬉しい。ツイートしてくれたら嬉しい。まあ、9時から始めて、まあ、20分ずつやっての方がいいかな。1位取れてるのって冷静にすごいことだよね。いや、すごいことです。はい、とてもすごいこと。みんなの星投げカウントがすごい、ちゃんと順位にとっても関係してきてて、それプラスでギフト投げてくださったり、本当にみんなの団結力に救われております。1位はすごいです。でもね、まあ本当にとにかく、ま、今回勝って決勝でもうみんなでもっと一丸となってさらに頑張りたいっていう気持ちでいます。みんなと、まあ、みんなとも仲を深められるし、ファンの方同士もね、絆が
こう深まってもらえたら嬉しい。停電はやめてくれね。ほぼ見たことないけど血取れてる。すごさ実感は出ない。そう、いやでも これからがね、ちょっと分かんないね、まだ。ちゃんとこまめに配信来て星投げてくださる皆さんの本当にそれがありがたいのよ。付き合ってもらって本当に優しいよ。あ、タガボヨー。千代さんありがとうございます。充電ね、私も持ち充とかちゃんと全部やった。カラオケありませんか？明日カラオケする予定です。テレビから警報が鳴る。そうなの？スマホから鳴るんだ。怖い。怖すぎる。怖いよ。まだなのかな、夜中なのかな。なんか今回の台風遅くて、なんか早く過ぎ去ってほしい。遅いとしか言いようがない。なんか本当に何かすぐさーっと言ってくれたらいいんですけど、ちょっと長いよ。台風の目が福岡上陸、明日の朝だよ多分。明日の朝が、あ、そうなの。へえ、なんかゆっくりだね本当に。とってもゆっくりだね。怖い。え、やだ。ちょっと心配ですけども、遅いよね。熊本のあたり、旅行を楽しまないでいただきたい。だって日本、その北海道に向かってちゃんと進んでいくでしょ多分今回。日本旅行しちゃってますね。探しない。そうなんだ、じゃあだいぶゆっくりだね。綺麗に日本の上通っていく。しっかり日本の上通っていくね。九州ええとこやなってちょっとね、九州に魅力感じちゃってるね台風が。多分明日の夜は多分落ち着いてると思います福岡は。
植木鉢の様子を見に行くか。あーそれやばいね、植木鉢とか倒れるね確実に。うん、絶対倒れます。避難シーンなりっぱし、別府温泉で行くのんきやな、本当に観光してらっしゃる、やめていただきたい本当に。もうこういう台風とかやっぱさ果物が落ちたりするでしょ。いや、やだね本当に。実際がアラーム住んでる空気が発覚する。うわそれやばい、どうしようマジか。それちょっとやばいな、どうしよう。消したい、消す方法ないか。アラームなんないでほしいな、ちょっとやばい。アラームどうやって切るの、アラーム音どうやって切るんだろう。警報アラーム切りたい、設定通知の一番下、あ本当だ、オフにしときます。危ない危ない危ないありがとうございます。放送、防災放送、防災放送、いやもう音消しますね、もしそういうのがあったら。うん、ショールームの音をミュートにしますすいませんけど、もしそうなっちゃったらね。うん、危ない危ない、オフにしよう一旦ね。またこのイベント期間が終わったら通知をオンにしますけど、配信中はちょっと住所バレするということで、もう振っとこうかなって。あの音心臓に悪いしね、本当にね、危ない。本当に残念です。そうなんですよ、また別の機会に公園来てくださったら嬉しいですね。あとちょっとで11時になるので、次は11時半から配信をします。配信の時だけオフにしとこう、配信時の時だけね。わかる？地震のやつ嫌い、私も。こんばんは。昨日も今日もでもお話し会ね、楽しかったですね。そういろんなみんなの最近のなんかお話聞いたり、私がただただめちゃめちゃ喋ったりそうこんなことがあったんだよねとか、そういう話聞いたり、そういろいろ楽しませてもらったな、楽しかった。ノートやめてほしい。あーもうでも本当に危険をお知らせする音って感じうーん、分かるにはうちらとペンライトどちらが分かりやすいですか。まあピンクと緑持っていてほしいけど、制服の目だとマイさんと同じペンライトカラーなので、
うちわもプラスでも、うちわかそのなんか T シャツとかもなんか一緒に持ってもらってたら嬉しいけどって感じかな。もうあーあと1分弱。頭痛がしてきた。大丈夫かい？低気圧だとやっぱそうね、偏頭痛くるよね。気長によろしくです。よろしく。いっぱい話そう、いっぱい話そう。じゃあまた後で11時半からよろしくお願いします。バイバイ、またねー。